まあ、目標でもありますし、まあ、でも目標だけで終わったらいけないものだと思っているので、まあ、目標で終わらずに結果をしっかり残して、伝統のあるジュビロ磐田というチームでワールドカップに出場できるということはすごい光栄ですし、毎回このワールドカップに出場している選手がジュビロから出ているということを継続するという意味でも、まあ、自分がつなげて次の世代につなげれてよかったなと思います。ほっとしてるって言ったら変ですけど、僕より周りの人の方がすごいピリピリしてたんで、ほっとします。そういう人たちにそういうドキドキさせて、はい、いろんな方々に応援していただいて、まあ、J2 という舞台ですけど、まあ、こうやって、代表に選んでもらったことを感謝しています。どちらかというとジュビロを優先的に応援していただいて、その後僕もしっかり頑張れるように応援していただければ嬉しいです。ジュビロにはいっぱい代表になる候補の選手も多かったですし、まあ、そういった人たちの分までしっかり頑張ってこないといけないなとは思います。自分は中学校の頃にブラジル行って、まあ、そこで本当にきっかけをもらって、本当にサッカー選手になりたいと思ったので、思い出でもあり縁もありっていう場所だと思います。フェルジナンド見たら分かると思いますけどまあ彼が全てではないですけど、まあ、おとなしいっていうよりは、ああいう、まあ、本当にブラジルの人はそういう常に楽しく常に明るくっていうイメージがあります。はい、やっぱりいい大会にするには勝つということがついてこないと、まあ、いい大会にはなってこないと思うんで、まあ、まずは結果を求めて、結果が出ればおのずと楽しいワールドカップ、良かったワールドカップ、そして日本も盛り上がると思うんで。